天のくれげ日記始まるよ。どうも天です。今回も娘屋さんに遊びに来ました。まずはね、うろこ滝さんから撮ろうかなと。今まだ設定中でして、今日はね、サスケとかね、そこら辺も欲しいので、まあ、大きめの箱のやつ、まあ、1手目で はまったので、これうまくいけば3手かな。これ、まあ、手前だね、これは。手前をすくって、さあ、あー、持ち上がった。いやー、そう押しでいけるの。嘘。うん、かなり滑り止めが効いてると見た。であれば、もうシャブ台でいけるかな。もう一回押そう。もう一回押そう。もっと奥から。ダメっすね。まあまあまあ、もう落ちるからいい。さすがにね。よし、オッケー。ありがとうございます。はい、じゃあ、鋼鶴さん取っていきたいと思います。いやもうね、初期値2回ぐらい戻しました。もしかしたらちょっと重たいのかもしれない鋼鶴さん。あんまいい形になってくれなくて。平行移動したいけど、まあ、ギリしなくてもいけるね。まあ、いいよ、差し回しちゃうん、これ。まあ、刺さりが甘かったか。刺さりはいつも悪かったね。でももうさすがに落ちるでしょう。はい、これで落ちるはず。マジか、マジか。めっちゃ滑ったの。さすがにね、さすがにもう落ちるでしょ。 OK。 はい、じゃあ次五条先生取っていきたいと思います。これでめっちゃ欲しかったんですよ。楽しみにしてた。まあちょっと左アーム寄せて奥を触ってみます。今のでね、いつもはだいたいハマるんだけど、今回ハマりはしなかったけど、でもまあまあまあ動きは悪くないから。次は右奥狙うんだけど、ちょっとバー手前ぐらいを狙おうかな。
ドバーン奥だとかかりがまだ良くなさそうなんで、はい、これはちょっとねやりすぎた感があるんで、この時は寄せを甘めにします。寄せ甘めで奥を狙います。そうすることで回せるような形に持っていけるはずなので、そうそうそう、 OKOK、まあここっすよね。ここ本当に後ろの角から回すか左の側面から回すかっていうとこなんだけど、今回左側面から回してみようかな。もうちょい寄せてよかったね。なんか今思ったよりもアームが開いた。ほい、OK、楽しい。はい、ちょっと疑似箱があったので遊んでみたいと思います。ちょっと突き回しができるかな。いけそう。よし、極円ゲット、突き回し、突き回しチャレンジ。あ、これやばい。あ、これやりすぎた、これやりすぎた。ちょっと全体的にちょっとね右だね、初期位置。オッケー。でも突き回しが楽しくてしょうがない。はい、オッケー。はい、ということで今回は結び屋さんに遊びに行きました。今回もね本当に簡単に撮れて、最新プライズがマジで楽しかった。またすぐ、もう今週もまたどこかでタイミングで行こうと思ってますので、ぜひぜひお会いした方はよろしくお願いします。それでは今回の動画はここまでとなります。ぜひ皆さんチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。テンゲームズではゲーム配信もしてますので、ぜひ遊びに来てください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。